全国ツアー達成、日本中を巡る東南アジア輸出拡大プロジェクトクラウドファンディング開始。やったー、ありがとうございます。というわけでこの動画ではですね、リターンその2、海外ビジネス全国セミナーの、スポンサー企業さんの、リターンを説明していこうと思います。いいですね。はい、はい、今回のクラウドファンディングも目玉になりますね。はい、ですね。我々やりたいのは、ローカルというローカルということで、まあ、いろんなね、あの地方だったり、まあ、東京もそうなんですけど、そうですね、あの巡ってるいい商品っていうのを、もう東南アジアに出したいんですよ。そうです。そんな世界めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、はい、でそこで我々のノウハウをセミナーもたくさんやってきたので、これをまた最後にね、全国でやりたいということです。そうですね。はい、はい、で今回のリターンはですね、このセミナーを、まあ、例えば1都市企画しますよっていうことであれば、そこのスポンサーになりませんかと。そうなんです。はい、船に乗りませんかっていうことでやっていこうと思います。はい、はい、というわけでですね、まあ、今回のね、あのリターンの説明をしていきたいんですけども、いろんなラインナップありますね。そうですね。はい、まず一つ目がですね、メイン協賛ということで、はい、まあ、これメインになります。そうです。だからもう一会場一時期一社だけなのでね、この例えば今度ね、一番最初はもう言っていいかな、北九州でスタートしますけども、そうですね、北九州でやる全国海外ビジネスセミナーの協賛、メイン協賛を一社御社任せますということです。はい、でそれにも全部ね、いろんなところで御社の名前をね、検索させていただいて、我々と一緒にやってるっていうところをね、ぜひ皆さんに知ってもらうっていう。はい、本当にあの毎回セミナーの中でね、あの我々の、あの口からですね、はい、今回の協賛はっていう感じで、まあ、今から横浜校長がお手本見せてくれるんですけど、はい、どんな感じで言ってくれるか。今回協賛はですね、何々したですね、もうすごいサポートいただいてやってますということで、まあ、そんなどうなるかっていうと、あ、この会社は地元でね、海外に向けてすごくアンテナ張ってるんだなとか、そこにね、支援をしてるんだなっていうことで、まあ、あのフィランソロピーっていうか、まあ、CSR 活動にもね、使えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、まあ、こちらがね、あの1つ目なんですけれども、はい、次はですね、セミナーぜひやってくださいということ で、 そうです、ね、セミナー枠の、まあ、贈呈じゃないですけれども、はい、あの時間も、設けています。そうですね、我々だけがセミナーとかノウハウをやるんじゃなくて、その企業さんも今度は自身がどんなことをやりたいのか、この自身の商品をね、どんなふうにアプローチしたいのかとかっていうことを、まあ、商品、あの説明する枠とか、あとは我々のその同じ同業者の方がね、サービス自体を、海外ビジネスに関わるサービス、他のサービスをね、自社のサービスを説明していただくっていう時間をね、取ってもらったらいいかなと思います。はいはい、あとはですね、媒体に掲載するということで、当日配布する資料に御社の名前を載せさせてくださいですね。そうですね。で2つ目が、御社の資料を実際に渡しますよ、それぞれありがとうございます。はい、これに関してはですね、もう本当にメーカーさんだったら企業の資料、はい、海外進出を支援している同業種の、皆様だったら、もうその資料を実際に現地にお配りしたいと思います。そうですね。はい、はい、で、最後3つ目がですね、ここもちょっと面白いんじゃないかなと。ですよね。もう、はい、YouTube のエンドロールに記載させてください。いいですね。はい、どういうことでしょうか。はいはい、我々も実はね、海外ビジネス大学 YouTube もやってるんですね。うんうん、でこれの最後のところに、協賛いただいた方にはね、エンドロールのところに、ね、名前をね、バチッと押させていただくということで、海外ビジネス応援してるよっていうことをね、皆さんに知ってもらおうかなと思います。そうです。ここに御社の名前がね、乗っかったらどうなるかなって考えていただけたら嬉しいんじゃないでしょうか。はい、はい、で今回このリターンですね、ぜひ、考えてください。あのお届けしたいですっていう方2パターンありますね。はい、まず1つはメーカーさん。はい、はい、そうですね。やっぱり、自分も海外に出たい、それから海外に行く企業をサポートしたいとかね、あるいはその出たい商品を皆さんにもっと知ってもらいたいとか、国内で売れることが海外で売れる一つの要素でもあるんでね、まあ、そういう意味でその場を使って海外に行きたいって意思表示と宣伝をしてもらったりと思います、うん、はい、で2つ目がですね、同業の方ですね。そうですね、はい、まあ、我々はあの東南アジアで現地代理店を使って、まあ、さらにですね、映像も使ってっていう、まあ、数あるうちの1個なんですよ。そうですね、はい、でまあ、中国で EC 使うとか、ベトナムでこういうふうにするとか、いろんなパートナーの方いらっしゃいます。ぜひね、皆さん、海外ビジネスを、ね、全国でセミナーするっていうことの1個の枠として、一緒に盛り上げていきませんか。そうです。サービスは1個じゃないから、うん、企業を海外に行きたいっていう企業とかね、事業主の目線からいくと、いろんな選択肢と事例があった方がいいわけで、決して僕らだけのものではないと思うんです。
ですよね、うん、なのでいろんな角度とかいろんな視点であるいはいろんなサービスで企業を、ね、サポートしていきたい企業をサポートしていきたいと思ってるので全然こう皆さん遠慮せず我々と一緒にですね、うん、その後押しをする仲間になっていただければとそんな風に思います。はい、はい、で今言った説明すべてのリターンですね、うん、A プラン、B プラン、C プランということで分けています、はい、そこの分けている項目についてはですね、うん、実際にページ見ていただいて、はい、ご判断いただければなと思います。ということでいいですかね。はい、はい、ぜひやってください。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。